おーすごっ。おっ、嘘やろ、マジで。すごい2位、本当にあんまり喋ったことないんだけどすごいいい人で、あのすごい感じがいいですね、初対面の感じとかも。ですよね、でしょうね。同じでもお越しください。はい、イグミ、チャンス、チャンスですよね、チャンスですね。強い、やっぱ大ちゃんのいいところ5秒前。ね、もう結構僕より年上なんですけど、うん、めちゃくちゃ優しくて目キラキラしてて、なんかこの人って優しい目してるな、優しい目。おえちょっと2回目にしては薄いっすね。それぐらいっすよね。急にダークイクみたいな。おいおい、第3人じゃない、第3人じゃなくて、ジンチャンス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 。ダイね、ダイはですね、同い年で、そう、なんと言っても彼のね、全身白ファッションが必見なんですよ。俺の中のね、ダイは全身白。白が、そう。それ着こなす。完璧に着こなす。素晴らしい。これ引いてないよね。引いてない。引いてないね。あれ、あれ。ありましたよ。うわ、待って。ありましたよ。ありましたよ。出ましたよ。ここか。おうちは、おうちは。よし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 。うわ、すごいな。お、これ、じかれた。これ、違う違う違う。違うよ。それだよ。はい。おいおい。銀河はね、知り合いでね、最年少なんですよ。それでいて可愛いんですけど、一番メンバーの中で、実はしっかりしてる。あと、ちっちゃい頃からやっぱ役者やってるんで、お芝居が上手です。よっしゃい、基本ありがとうございます。もうでも情報があんまり、あれ、あ、ありましたね、出ましたね、出ましたね。あーおっ、うぇ、正解でございます。やばいやばいやばい、ラッシュされてる。しかさん、林勇気の良いところ5秒前、4 3 2 1。あんなにペラペラ出てる。あはい、一言も出ない。なかった。ない。でもそれは言っとこなかったですね。ちょっとないですね。絞り出してください。ちょっとなかった。出てこなかった。じゃない。ないんで。ないんで違うんで。それも泣いちゃうんです。おもろ、泣いちゃう。って言ってる。おリクだ。おリクだ。新しくない？新しいよ。まさかの最初に引かないって。なんなん？え、すごくない？すごい。なんなんマジで。才能。ちょっと見たんじゃない？見たやつやめて。なんかイカサマしたい、イカサマしそうな格好してるもん。いや、それは、それは違う。じゃあ、リクちゃんのいいところ5秒前4 3。やっぱ、瞬発力ですかね。やっぱり役者としての瞬発力があって、それでいて、先輩たちも好かれる、そんなリクちゃんです。はい、素晴らしい、素晴らしい。あ、ちょっと、これあれじゃん。危ねえ危ねえ、もう忘れてた。俺ゼロポイントとか言っときたいですけど。そうですよ、そろそろから巻き返さないとやばい。ヨウタか、あれ出たくない、引いたとこじゃん。あ、引いたところか。これ引いたとこっすか。そう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 、引いたよ。あれ、じゃあこれ誰。それはそれはあれよ、あれみんながあれ、ジョーカーよ、本当に。本当の引いたかったよ、引いたかったよ、引いたよ。俺が引いたの、引いたよ。あれ、これありましたね。あれ、自分、あれ、あ、おーっと、めっちゃ出ましたよ。いや、すごいよ、お前が。いや、すごいよ、お前が。よっしゃ、やっぱすごいっすわ。Thank you。 俺、覚えてんのにな、よっしゃ。伊坂幸美のいいところ、そうですね、やっぱり同じ奈良出身で関西人としてやっぱりよく喋りますし、可愛いですし、あとやっぱり最近ね、鍛え上げてる筋肉ですね、彼の魅力です。ありがとうございます。正解、大正解。ああ、そうですね。なかなかいい。三角筋してる。何で隠すんですか。隠そう。これも。はい。お。はあ。引くね。はい。先出ましたよ。こっち。ああ。やばい。素晴らしい。覚えてた。すごいな。じゃあ、カズマ君の良いところ。はい。わかんない。まあ、とにかく、まあ、31、30か、今。とかなんですけど、でもね、実はね、やっぱこう可愛らしい甘えたな部分とかもあったりとかして、守ってあげたくなる、存在ですね。ありがとうございます。素晴らしい、守ってあげたくなるね。
安心、守ってあげたくなる、守ってあげたくなりますよ、覚悟は。この皿はっ、見たね、見たね、見たね、あれコンさん大チャンス、ドン、おーい、強い、かっこいい引き方、かっこいい。では、中手与太くんのいいところ5秒前、やっぱりね、スタイリッシュ感、意外と CIA ってスタイリッシュ感で押してる人間って意外といないんですよ。だからそういう意味ですごい目立ってると思います。怪しいプロデューサーに言えないですけどでもその通り、はい、いいね、スタイリッシュだよね、そうね、ちょっと攻めるわ、おあ、あそうか、あー、なるほどね、なるほどね、ありがとうございました。そう、枚数少なくなりましたよ、3ペアしかもうないやん。でももう1枚ジョーカーあるよそうなんだ、そう、あるんだよ、それは分かってる、あ、だから、分かった分かった、そう、簡単だ、うん、ってなったらこういうことでしょ、もう終わりじゃん、強っ、薄かった、強っ、確かに大きい、良いところ一回ね、良いところ、ね、もう、やんですよね、試合のちょっとやってください、あの、それで練習しようさあ、そんでさ、星子大きいのいいところ、はい、およまえ、いや、もう大スターですよね、見たことがない、なかなか、もう芸能界でもなかなかいないんじゃないかみたいな逸材だと思います。星だけに、星だけスター、スター、うまい。さあ、もうそれは、もうこれはこうです。おおおで、変わってんじゃん。おで、変わってんじゃん。ここじゃないの。それさ、審議。これはもう、でもここの方が早かったですよ。いや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 。ちょっとまあ後編に民主主義として。スケッチいきましょうか、罰ゲームだと思う方は手を挙げてください。そのさん、罰ゲーム。それは滑らない話で一番きついから、やばやばいですね、ハードルがきついですよね。 YouTube に載せなくていいんだったらいっぱいあるんだけど、ね、で一回言う、じゃあ一回言ってダメなら聞いてもらってもう一回言う、そうですね、では、僕は東京に大学で上京してきたんですけど、だから地元が岩手、うん、だから友達がいない状況で東京に来て、友達が作りたくて、もう寂しいから友達が作りたいなと思って、で、中国語の授業、中国語専攻あったり、中国語の授業があって、中国人の先生が来て、で、最初の授業は君たちの名前をどう中国で名で言うかっていう、中国語で言うか、で、僕の前に安倍君、伊藤君で、僕、カナイは本名で、カナイだった、うん、では、じゃあ行ってきます、安倍、阿部、伊藤、伊藤、カナイ、チンチン、カナイ、ジュネク、カナイさんと今井さんも知人だよ、もう恥ずかしすぎて早く終わると思ってそのまま帰ったっていう、でそこから2ヶ月ぐらい友達できなかったですね。多分 P が入りますけど、素晴らしい、本当本当だから、でもそしたらそうなんですね、カナイはチンチン、チェンチェ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 ン、JIN、JIN でチェンチェン、ジンジンじゃない、ジンじゃなくて、だからチェン、俺の場合チン。さあ、ゆうみさん、まあ、2枚ぐらい、2枚ぐらいもらえますわ、うん、何も1枚もないじゃん、嘘やろ、だって嘘やろ、何してたの、いや、なんかとりあえずちょっと先輩のあれ見ようかな、寝てた。肩の腕の筋肉見せただけじゃん。そうなんです、今でも違う、それです、じゃあこれいきますわ、何を悩んでるのか俺ら分かんないよ。はい、来た、では、林ゆきの良いところ5秒前、じゃあ、これめちゃくちゃほんまにあって、実はお同い年してて、おで最近一緒に筋トレしてて、イクミンの肩になりたいっていいらしい、可愛いなぁ思って、同い年やけど、でゆき結構肩も今3センチぐらい太なってるんですけど、いいとこか。あ、でもほんまにね、彼は男らしいです、料理うまい、そしてね、これね、名前がまずかっこいい、勇気っすよ、勇ましい輝くっすよ、その通りや、からの林はやっぱ林のようにいい髪をしてるなって思いますけども、どうぞ同い年ってやっぱ第三とライバルみたいな感じで、はい、頼むわ、ジョーカー、本当のジョーカー、本当のジョーカーじゃないですか、なかなか取れないから、戻してとりあえずもらっとくわ、あ、そうですか、まずね、ね、それもしちゃえば、あー、えらい、えらい、確実ですね、えらい、さあ、楽しかったですね、寂しい、衛星尺残ってんねんて、残ってんねんて、これに捨てるところ、これ
流れでね、こんな感じになっちゃったけど、うん、あの別に全然ディスってるわけではなくて、こうやってね最後の最後まで盛り上げてくれた林に、うん、俺は感謝をしたいと思います。そうね、ありがとう。いないのにね。素晴らしい、素晴らしいな、最後も感謝なんだ。感謝ね、素晴らしい、素晴らしい。さあ、ということで全てのカードを引き割りました。ちょっと待って、怖い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 、嘘だよ。何やってたの。食べた食べた食べちゃった食べちゃった。なんか先輩ら楽しそうにしてんな、お前。聞いてました。1枚ずつ、はい、自分の位置。これ結構いい勝負だね。では、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8。え、おお、マジ。え、10、11、12。強っ。ということで、マジか。じゃあ1回戦目、優勝はかなりさんです。全然の勝利。ということで、終わり。最下位は、はい、あ、そうだそうだ、石田拓海さん。はい、お、石田拓海さんには罰ゲームが与えておりますので、ちょっと前に来ていただいて、お、なんだろう、画面になってちょっとやっていただきたいなと。これだったら女性ファンの方が喜ぶ罰ゲームなんじゃないかなっていうのを一生懸命考えました。なるほど、あ、そういうことで、いいですね。石田さんには赤ちゃん言葉で自己紹介。お、そう、大好き。大好き、大好きって何。ではカメラに向かってお願いしていいですか。はい、この辺りですね。いきますよ、スタート。あーん、あーん、にゃーん、ならでおなら、いくみですよ。うーん、あー、元気ですか。それ宮崎あの僕はね、神社好きなのだから、毎日あの素敵なご縁がありますようにって頼むから。てかもうみんな大好き、今日こんな一緒にゲームできて嬉しいの、赤ちゃん。助け求めだから、これからも試合への応援よろしくです。OK でございます。赤ちゃん言葉って何でしたっけ。ブーって言われてブー、いやいや、終わりの合図がなかったのでごめんなさい。あ、ブーって言いました。じゃあせめて丸にしてください。いやー、楽しかった。楽しかった。楽しかった。今度、林になった時に、ちょっと笑っちゃう。試合、超真剣すぎちゃった。第1回戦目でした。ありがとうございました。ありがとうございました。